ンポン。さあ、クリスマスや。今日は先生に世間一般のクリスマスがどういうものかをしっかり教え込んだる。鳥町ちしぼですかね。しぼんねえよ。早速顔行くんじゃねえ。てかちょっと略すのやめろ。いいか、世間一般のクリスマス常識その1、クリスマスツリーや。あ、それは知ってます。ほんまか。これですよね。クリス松村じゃねえか。違いかわからない。なんだろう、何もかもが違うんだわ。あ、じゃあこれだ。それはクリスマスツリーとクリス松村が一緒に写ってる写真だよ。実質正解。確かに実質正解だよ。しばくぞ。もうええ、次行くで次。世間一般のクリスマス常識その2、クリスマスケーキや。うわあ、なんか赤いおじさんが仁王立ちしてる。サンタさんだよ。うわあ、トナカイが仁王立ちしてる。それは確かに驚くかもしれん。てか先生、サンタも知らないんか。知ってますよ。マンタくらい。イクリ2秒で間違えんのやめろ。サンタくらい知ってます。じゃあ証明してみ。では聞いてください。赤鼻のサンタ。話もやけしてんじゃねえよ。輪っかのお花のおじさんは暗い夜道で言いました。お前がトナカイになるんだよ。怖えよ。やめろバカタレ。もうええ、次行くで。常識その3、クリスマスプレゼントや。はい、ゆかりちゃん、メリークリスマス。え、これはプレゼントやクリスマスやしな。わあ、ありがとう。きつくややボケ。面白かったらチャンネル登録してな。